はい、トモジラです。先日サブアカが始動しました。まだサブアカの動画見てないよって方いたら概要欄に URL を載せておきますので、よかったら見てください。サブアカの方はちょっとのんびり見ていこうかなって思ってますので、楽しみにしててください。今回の企画は声友の投稿機能で、面白い人来てって書き込んだらどんな人が来るのかっていう検証企画です。それでは早速やってみよう。あ、もしもし。もしもし。どうも、ゆっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。面白い人ですか？うんこだな。え、そんなことはない。え、面白くないの？いや、ちょっと面白い。ね、うちの投稿見てないでしょ。見てない。面白い人来てほしいって投稿したのに。任せてや、でも。本当に？見せてくわ、そこは。お、じゃあ期待してるね。行いで見せてくわ。真面目な人だ。ほんま？真面目じゃん。一生懸命やろうとしてくれるのに、誠意を感じます。ああ、激しく誠意を感じてくれ。え、どこの人？兵庫の人。兵庫と言ったら何ですか？神戸。いや、違うよ。そういうことじゃないよ。千葉で言うディズニーとかさ、美味しいものとかさ、名物とかないの？神戸市だったが。え、神戸市じゃ大きすぎるよ。神戸が、うん。有名なんやで。いや、それはわかるよ。それはわかるよ。神戸全域が。え、もう地方的な。本所四五線が通ってる。はい、急遽音声撮ってるんですけど、ミニジュラです。ですね、まあ、この話をしてる時に僕はちょっとスッと入ってこなかったんですよ。はい。で、彼は本所四五線と言いました。で、本所四五線はですね、こちらを本所四五線と言うんですよね。おそらく彼が言いたかったのは、兵庫県と言っていたので、日本のね、標準時四五線だと思うんですけど、まあ、ただ、彼は、本所四五線が住んでいるところを通っているということだったので、彼はロンドン済みでございます。はい。現場からは以上です。なんか違うな。聞きたかったやつじゃないけど。おい、なんやねん、聞きたかったやつ。ないって、兵庫の言い方。え、ないの？ないよ。あ、大阪から近い。大阪でいいじゃん、したら。ないやねんってな。え、いいね。面白い。いいとこ、一番いいとこ、大阪から近い。じゃあ今度から兵庫でいいとこなんですかって聞かれたらそう答えるね。兵庫のいいとこはあれやで、県内でも温泉行くんやったら温泉の名所もあるし、夜景見るんやったら夜景見る名所もあるし、買い物するんやったら神戸の三宮があるしって。え、最初からそれでいいじゃん。ちょっとな、遠回りしてもた。いや、いいと思う。遠く回ってもた。いや、面白い人だったわ。ほんま？よかった。え、うん、いいと思った。え、うちは好きだよ。ありがとう。お姉さんは何、どこの人なの？え、東京。これは。これは？バカにしてんな。してないよ、別に。どこですかって。いいとこどこですかって。東京さんに比べたら何もない。え、違う。別にそういうつもりで行ったんじゃないよ。行ったんじゃない？うん、違うよ。ないよ。確かに標準語やな。めっちゃバリバリの標準語や。標準語だよ。俺標準語聞いたら笑いそうになってまうね。なんで？だから、なんとかちゃんって言われたらもう笑いそうになる。え、なんで？いいじゃん。なんかドラマみたいな。標準語でいいじゃん。ドラマで聞いてるやつって、俺の語で喋るな、今から。いいよ。カウントして。3、2、1って言ったから、もう標準語からいきなり。オッケー、じゃあうちもちょっと頑張って変えてみる。関西弁で言って。いいよ。3、2、1。今日めっちゃ寒くない？いや、わかる、めっちゃ寒いよね。バリ男やん。あれ、じゃあ関西になってないよ。ごめん、間違った。寒いやんな。関西弁とかやないよ。あ、違うか。全然気づかんかったです。あ、全然気づかなかったですか？男です、バリバリ。標準的な男です。標準の男や。標準で男です。切られちゃったんだけど。切られちゃったんだけど。
はい、最後まで見ていただきありがとうございました。まあ、今回は切られてしまったんですけど、まあ、面白い人来てって投稿してたら、まあ、多分面白い人来るんじゃないかなって思うので、今後ね、これからもちょっとこの企画続けていこうかなと思っておりますので、まあ、面白いね方が釣れた際にはちょっと動画化していこうかなと思っておりますので、はい、楽しみに待っていただければなと思います。はい、あとはですね、最近僕 Apex ハマってるっていうね動画で何回か言わせていただいてるんですけど、なかなかね勝てなくてですね、まあ、どなたかねもう Apex 経験者の方いたら、もうこうするとね敵倒せますよとか生き残れますよっていうのをね教えていただければなと思います。はい、まあ、そのぐらいね気軽にねコメントしていただけると嬉しいなということでね、よければコメントお待ちしております。では、したけ。星屑